ババや住宅本棟作りは、長野県の中心地方から、南心地方にかけて分布する民家の形式である。切り妻作り妻入り、緩い勾配の屋根、スズメ脅しと呼ばれる棟飾り、正方形の間取りなどが特徴。重要文化財にも指定されている堀内家住宅や、ババ家住宅などが有名。厳密な定義は存在しないが、大田広太郎は、 本胸造りの特徴を以下のように説明している。しかし、地元の人々は、スズメ脅しと呼ばれる飾りがついていなかったり、規模の小さかったりするものは、上記の条件を満たしていても、本胸造りと認識しない場合が多いようである。整った形の本胸造りで最も古いものは、長野県塩尻市片岡にある島崎家住宅で、享保年間の建築である。また、 本棟作り系統の民家としては古いものは、長野県安曇野市穂高有明家にあるソネ原家住宅で、17世紀中頃のものと考えられている。現在見られるような正面外観を持った、本棟作りが作られるようになったのは、江戸時代末から明治諸島であると考えられている。明治末以降はあまり作られなくなるが、第二次世界大戦後になって、再び作られるようになり、 現在に至る。なお、戦後建てられた本棟作りを、新元棟作りなどと呼んで古いものと区別する場合がある。また、変年的な傾向として、新しい本棟作りは古いものに比べ屋根の傾斜が急である場合が多い。これは2階の使用目的の変化が影響していると考えられている。ありがとうございます。